お世話になります。一人でございます。私は最近別の動画で謎の場所さんのダークライとシェイミをポケモンホームに送れるか検証し、ダークライだけは送ることができました。このような結果を見ると、数年前にようやく入手方法が明らかになったあのアルセウスはポケモンホームに送れるのでしょうか。気になりますよね。で、実際ネットで調べたところ有力な情報が見つかりました。まず前提として、アルセウスは2009年、アルセウス彫刻の時空へでレベル100で配信されていました。ですので努力値をドーピングアイテムで与えられる範囲以内に留めた上で、つまり不思議な飴などを使いレベル100まで育てればレベル等の条件を満たすことができます。また当時の配信ポケモンはダイヤモンド出身設定だったらしいので、ダイヤモンドで捕まえればこの条件も満たせます。ダークライもこの方法で送れたので、おそらくアルセウスもいけるはずです。ということで、今回は謎の場所さんのアルセウスはレベル100まで育てればポケモンホームに送れるのかを検証していきたいと思います。まずは謎の場所でアルセウスを普通に捕まえていきます。はい、じゃあまずはコトブキシティのポケモンセンター前あたりに来まして、で2人がね、なんか通信体制みたいなのしてるんですが、その左あたりに行きまして、このマスのとこで縁石のところですね、この一歩下のところですね、このマスとこの下のマスと先ほどのマスとこの左のマスをですね、順番にこの自転車でですね移動していきます。一筆書きのようにこんな感じで移動して、それでこっちのポケッチカンパニーに行くとですね、バグるということなんで、これをまずはやっていきたいと思います。これ一筆書きのように、止まらないでやらないといけないので、非常にめんどくさい仕様となっております。ちなみにですが、これいろいろ解説あるんですが、どうやら、ね、場所はですね、ここでもよくて、ここからやってもいいらしいんで、まあそこはねお好みっていう感じですから、先ほど言った3つのマスをちゃんと通ればね大丈夫らしいんで、まあやっていきたいと思います。あ、これ行ったか？あー、来た、やっと来ました。完全バグってますね、これ。すげえ、めちゃめちゃバグってる。やばい。しかもめり込んでるし、これめちゃめちゃ時間かかりましたね。今どんぐらい時間かかったかというと40分ぐらいかかりましたね。で、これでどうやらこっち行って、さらに上行って、ここ行って、で、それでここの2本目の木の位置に来たら、ここで、メニューを開いて図鑑をね、押してすぐに閉じると、どうやらね、変なとこに行くらしいんですが、やってみましょうか。図鑑を押してすぐに閉じる。どうなるか。あ、行った。来た、ようやく来た。めっちゃ時間かかったからな、これにまずは下方向に一歩ね進んでいきます。押し、行ったか。押し、来た、やっとだよ。すっげえ時間かかった。マジで苦しかった。絶対できないと思って、もうこれもう一度はできないな。本当にマジできつかったから。よかった、もうこれでやりきった感あるわ。で、ここで一応、リセットしておきましょう。そしたらまずは先ほど一歩進みましたけど、もう一歩ね下に進んでいきます。一歩、はい、進みましたと。またリセットして、それでさらに左に17歩ですね進んでいきます。14で、ここでですね、2015になった瞬間にコトブキシティに到着するらしいですね。あ、こういう風になってれば成功らしいです。で、ここで必ずまた歩数計リセットして、で、下に512歩ですね。10、11、12、ここもちょうどコトブキシティがね出てくるらしいんで、ここでも確認しといた方がいいと思いますね。ここまで来たら、なんと一度レポートを書いてリセットするらしいですね。なんでやっていきましょう。レポートを書いて、はい、 OK で、ここでリセットしていきましょう。はい、普通にここはまた続きから始めるでね、やっていくみたいですね。で、それで一応歩数計リセットしといて、次は右に32歩ですね。60、61、62、63と、やべえ、こう自転車乗ったまんまになっちゃってる。やばいけど、上に一歩行くとパルパーク、あ、パルパーク始まりましたね。なんか、あ、おお、ヒトリーくん、ここだここがパルパークじゃ。ちげえから、お前、全国各地、つまり関東や方園で捕まえたポケモンを連れてくることができる。オッケーオッケー、了解。怖いよこれ。何、そうじゃな、わざわざ来てくれたんじゃ。あ、初めてここでポケトレカウンターを手に入れた何をやってんや、こんなとこで、こんな暗いとこで。え、ちょっと待って、今何が起きた。ここ次どうするかというと、パルパークに行ったことない人は63歩で、行ったことあれば64歩みたいですね。じゃあ私は63で行きたいと思います。62、63と、ここでまたやって、上に191、90、一応またリセットしといて、で、上に一歩行くと、あ、パルパーク始まるということで、これ正解らしいですね。
なのでここで間違ってたらまたリセットしてやった方がいいってことですね。うわ、謎に始まってしまって、はい、で次は右に192歩行くみたいですね。64、65、66でジャストで立志校の空洞に着くみたいですね。あ、オッケー。でそしたら上に一歩行くみたいですね。上に一歩戻る、オッケー。はい、ここでリセットして左に192歩ですね。2、3、4、5、6と、ようやく来た。始まりのまま来ましたね。やばいやばい、音がかっこいいですね。え、普通にこれオープニングの音じゃね、普通に。まあ、でそしたらメニュー画面を開いて一番上の OK リタイアをこれをやっていくと、あ、飛行ってなった。ドドギューン、あ、今跳ねたし、しかもあのテキストのボックスが、あ、開始したすげえ、マジか、やべえ、ようやくできた。あ、めっちゃ時間かかった、死ぬほど。いや、すげえすげえ、音があんまりないんだ。そんな、え、怖いんだけど。ズバッと18で挑むというねはい、ここはボールで、はい、マルスボールで捕まえていきましょう、一発で。うわ、怖、かっこいい、音めっちゃかっこいいな、すげえ。はい、これでゲットしちゃいたいね。いいよ、はい、普通にさすがにゲットさせていただいた、ありがとう。これで、はい、どんな感じなんだ、アルセウス80レベルでね、ゲットできて嬉しいですね、ほんとね。1000本の腕で宇宙を作ったポケモンとして神話に描かれている？そんな腕あるんだ、いっぱい。そんな腕で作れるもんなんだ、そんな。まあいいや、とりあえずゲット。マジで感謝。すっげえ嬉しい。で、これゲットしたら普通に終わりじゃなくて、でここからまたさらにいろいろね、歩数やんなきゃいけないらしいですね。具体的にどうやってやっていくかと言いますと、まず下に34歩ですね。はい、でここでさらに下に行くと、あ、オッケーオッケー、ポケモン6匹捕獲おめでとう、みんなも今の捕獲賞を見て喜んでるぞ、オッケーオッケー。気になる点数は、え、これでオッケーかな、大丈夫かな、大丈夫かな、これ。はい、一応とりあえずゲットしたということで、あ、クラボの実謎に手に入れた。え、これ合ってる合ってる、え、大丈夫、ボックスに連れていくかい、オッケー、はい、オッケー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 。え、あ、これでまだ続くのか。右に64らしいですね。オッケー、これでさらに一歩進むとパルパークのイベントが始まるみたいですね。はい、オッケー。あ、それではスタートしますと、また始まったよ、2度目の完全バグすぎでしょ。そしたらメニューを開いてリタイアを選択するみたいですね。あ、これリタイアします、どうなんだこれで、はいはい、おー来た来た、すげー、マジすげー、やばいでしょこれ、やば、ガチやば。あ、いるいる、ちゃんとアルセウスいる、すげー、ちゃんと親一人で、やば、テレアの性格、謎の場所で出会ったになるんですね、ちゃんと。始まりの間ではないんですね、ちゃんと。これはすごいな。で、マルチタイプ、リフレッシュ、未来予知、自己再生、破壊光線、これは弱くねえかでもすげえ、マジですげえな、これ本当にめちゃめちゃ興奮するわ、初めてやったんで本当に。いや、多分童貞卒業もこんな感じなんだろうなっていう風に思いますね、本当に。とりあえず一言、よっしゃー。ちなみにこのアルセウスって何回もできるみたいですね、やばくないですかそれ。え、あれ、これいけない、あ、そっかそっかそっか、パルパーク、あ、しかも話しかけられないし、え、だからあれだね、パルパーク行ってない人は必ず空を飛ぶを覚えさせてないと、ここで積みますので注意してください。次にアルセウスをレベル100までレベル上げしていきます。はい、ということでやっていきたいんですが、不思議な飴って大体20個持ってる人いないと思いますんで、こんぐらい6個ぐらいしか持ってない人多いと思いますんで、私はね、道具増殖バグをね、使ってやりたいと思います。もしこのね、やり方知らない人はね、別の動画で解説してるので、そちらをね、ご覧いただければと思います。それでは早速ね、増やしていきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあようやく不思議な飴集めましたんで、これも微妙に疲れましたけどやっていきましょう。アルセウスどんどんねレベル上げて81と、100まで上げていきましょう。お、90で滅びの歌を覚えんだ一応覚えんすね。なんか技を覚えさせちゃうとなんか送れなくなったら嫌なんで、一応諦めておきます、滅びの歌。ラスト1個、これで100、オッケー、100になった、ようやく来た。はい、さばきのつぶて、あー、こんなの覚えんだよね、
報告諦めましょう。 OK、 ようやくこれ100レベルになりましたね。3時間ぐらいかかっちゃいましたね、ここまでで。すでにここからはダイヤモンドからブラック、ブラックからポケモンバンク、ポケモンバンクからポケモンホームに送っていきます。はい、じゃあいつも通りシフトファクトリーやっていきましょう。はい、何度目のミニゲームかわからないけどやっていきますよ。ダウンロードプレイと、はい、じゃあ DS ダウンロードプレイやっていきましょう。はい、ここで2で、ダウンロード OK。 はい OK、 はい OK。 ここは余裕ですね。アルセウス黒くなってないですね。普通にやっぱここはね、ガバガバ度は尋常じゃないですね。こうスボーミート、1匹でよろしいですか。はいと、はい、余裕でミニゲームいきましたと。やばい、 OK、 ナイス、OK、 終わった終わった。はい、ここもう余裕で取っちゃうっていうね、大安定の余裕クリア。はい、グレイト、余裕でクリアしましたと。はい、じゃあボックス見ていきましょうと。はい、いました、アルセウス。やばいでしょ、ちゃんと来ましたね。来ました、レベル100のやつ。よし、じゃあ最大の関門、ポケムーバー行きましょう。あー、ボックスの中に転送できないポケモンが含まれています。これはやばいぞ。問題のポケモンは転送できません。うわ、転送できないポケモン外しました。例のやつ。オッケー、来た来た来た、シュッシュッシュッ、来た、アルセウス、オッケー。本当にこんだけ時間かけたから本当に嬉しいよ、これ。ありがたい、本当にアルセウスに感謝ですわ。これ、このボックスを転送しますか。これやっていきましょう。よし、転送できた。はい、じゃあ次はポケモンバンク行きましょう。ポケモンバンクを使うと、このゲームソフトを使う。オッケー、来ました、ここで運命の左側。はい、来ました、アルちゃん来ましたね。アルちゃん100レベル、余裕のよっちゃんで来ましたと。みんな一気にまとめて11体たまりにたまったやつを送っていきますと。レポート書いて終わり。よし、送れましたね、これナイス。よし、じゃあ次はポケモンホーム送っていきましょう。ポケモンホームへの引っ越しと。はいはい、ここもド安定の通過ですね。で、パスワードを入力していきましょう。引っ越し始めます、頼むよ。はい、引っ越し準備が整ったポケモンが11匹います。オッケー、ちゃんと行ったね、ボックスのそのまま。オッケー、レポートして記録、剣達と連動していきましょう。はい、オッケー、来たかな、こっちから右かな。あ、いた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 、いた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 、アルセウスいました。やばいでしょこいつ、アルちゃん来たね、やばいでしょ、普通に来れちゃうんだ。ちゃんと100レベルで神王地方で出会ったようだ。さすがに謎の場所っていうのはね示されてないと思うんですが、いかちいな本当に。いや、アルセウスマジで嬉しいわ、こんな来てくれて。ただ今回こんな感じでアルセウスは遅れたんですが、一応これはね非正規ポケモン扱いとなり、大会などで見つかったら参加権とかね剥奪される可能性もありますので、基本的にはね逃がすことをお勧めします。私はただね興奮したかっただけなので、こいつとはね永遠のお別れさせていただきます。逃がそう、ごめんな、不甲斐なくて私が逃がそう、バイバーイ。ということで検証結果、謎の場所さんアルセウスはレベル100まで育てればポケモンホームに送れるでした。謎の場所は少年に戻れるようなワクワク感をもたらしてくれるので、やっぱり素晴らしいですよね。私もそんな謎の場所みたいな YouTuber になれるよう精進いたしますので、どうか今後ともよろしくお願いいたします。